は釜山に来るとさっき朝食べた、はい、隣にありますよね、テジュッパ、テジュッパとミニミョンは、ミニミョン、うん、食べた方がいいっていう、なので、はい、この有名らしいんですけど、ここですか、ケーブンミニミョン、なんか見た感じ冷麺っぽいお店なんです、冷麺っぽい、はい、ちょっと日本においたいなら冷麺っぽい、食べてみましょうか、はい、はい、行きましょう、行きましょう。水の中に入ってるやつとビビン麺、どっちがいい？僕はミルミョンが、これこれ、はい、辛そうですよね、そうですそうです、じゃあ食べてみましょう、どんなの、私もこれ初めて、ミルミョン食べに来ました、ミルミョン、ミルミョン、小麦粉で作った麺らしいです、釜山だとミルミョンが有名らしいです、なんか日本で言うとそばみたいな、まあ、いただきます、僕の口に合いました、これは辛いやつ、これはなんか汁が入ってます、ちょっと見えない、そして餃子まで10万円っぽいですよね、うん、外が水じゃなくてなんか隣に飲んでたやつ、そうです、隣から持ってきます、何を聞いてるの、切りますね、あ、これは切るんですか、うん、すごいボリュームがある、マジで、うまい、マジで、うわ赤くなってきた、やば、辛そう、レモンみたいな感じですよね、見た目は、見た目変わんない、ブルメニアブルメニアブルってあの水っていう、あーブルメニア、え、水なの、水じゃないと思うんですけど、これ冬じゃないか、これ冷たいですよね、冷たいです、冷たい、冷たい、味はどうですか、なんか辛くない、辛くない、甘い韓国って甘いの好きなんですか、そこまで甘くないな、いや シエがないから、シエ入って甘みがありますよね、甘みあり、うん、すごい甘いですよ、でもこれ食べてみて、うん、思ったより辛もう辛みない、うん、見た目だけ辛そうだけど、本当、はい、なんか正直言っていいですか、日本のそうめん食ってるみたいです、うん、似たようですね、そうめん食ってるみたい、冷麺って麺がちょっと硬いじゃん、はい、ちょっと切りにくい、これってそういうのないでしょ、柔らかいですよね、でも見た目ちょっと冷麺に似てるけど、そうですよね、だからね、こっちの方がこってりしててすごい味があって、こっちは爽やか、うんうん、ビビン麺、これ無理、ビビン麺、ビビン麺って言うとなんかご飯入ってるイメージがある、ビビン麺、ビビン麺、ご飯入ってるのはパプ、え、パプっていうのはご飯って、パプパッパッ、うん、ビビンパッ、ビビンパッ、うん、それはご飯、ミョン、ミョン、麺はミョン、ミョン、ビビン麺、ビビンミョン、ビビンミョン、ビビンパッ、ブンミンミョン、ブンミンミョン、ビビンミンミョン、ビビンミン、ミンミョン、うまいじゃん、でもなんか日本語より簡単なのかな、どうなんだろうね、
わかんない、なんか日本語だと難しすぎて韓国語の方が簡単なのかなって。わかんないな、変わんない。まあ単語を覚えれば覚えやすいって聞きますけど。そうですね、そんなの難しくない。餃子食べてみて、うん、何に似てます？すごい、輪っか、輪っか、美味しい。こっちの飽きのよね、野菜出たんだよ。だからこれ辛いから味は合いますよね。辛い、これちょっと味が辛い、辛さが出る。あ、ちょっとね、はい、もう辛くないじゃん、一緒に食べるとちょうどいいっていう感じ。なんか具体的には甘みがあるからしょっぱいものと一緒に食べると美味しいって感じ。これがしょっぱい、うん、これもしょっぱいんで、隣に飲んできたスープなんです。ここだったら無料でたくさん飲めます。お肉入ってないです。すごい冷えてるから、そうめんって感じです。うん、これなんか入れて食べてもいい。大根、大根ですか。そうそう、俺はやっぱ餃子が結構好きなんだ。餃子がやっぱ食べ慣れてるっていうか、こっちの方が結構どこ行っても変わんないんですね、味は。基本これに関しては餃子に関しては ずっとラー油が効いてる。美味しいですね。無理みょんは僕はもう普通って感じです。これが美味しい、これが美味しい、これが美味しい。でもこのお店は、これが美味しいお店なんです。おかしいな。これがサブメニューだから。ちょっと怒られるんでやめていきましょう。怒られるんであんまり言わないで。どうですか日本で冷麺好き？日本の冷麺あんま食わないんで。あれなんであんま興味ないんだ。あんまなんか冷麺で食べる気にならないって。もともとこれなら好きじゃないじゃん。甘いもんね、しょっぱいもんね。甘いね、ちょっと甘みがあります。食べてみる。食べた。違うんだって、そっちはね、つゆが入ってないから。もうお腹いっぱい。いや、こんぐらいでいい、ほんとにこんぐらいでいい。ありがとうございます。辛いな。なんかいっぱい、なんか、なんか他ないけど、なんか、お産に来たら味が、なんか、結構強い。一番強いのが甘みが強い。なんだろう、うちもちょっと初めて知ったんだけど、ソウルで食べた時はそんなあんまり意識してなかったけど、ご飯に来たらなんか味が結構強いですね。基本ね、どれ食べても甘みが強いなって感じですけど、結構あれですよね、調味料たくさん入れてくれてますよね。だからなんか飽きないようにしてるのかなって感じ、ずっと食べてられるように。これも甘みがある、うん、だって見た目より辛くない。あの、そんな辛くない。そう、辛くない。なんか赤いイコール辛いって僕はイメージしてないんですけど、なんか韓国に行って実際に食べると辛くないですね。甘くないですか。ちょっと甘みがある。おかしくてるん、おかしくてるね。まあそう、ここまでそんなに甘い結構な、慣れてるからね。いや、私も甘いよ。甘いか、なんかちょっとなんだろう、なんだろう、
お酢の味が欲しくなる、これ。あーはー、うん、わかる。お酢あは、酢入れた方がなんかさっぱりするんだよね。甘みが強く、強すぎた。終わり。잘 먹었습니다. 終わりにしましょう。잘 먹었습니다. 너? 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 너? 잘 먹었습니다.